KTube をご覧の皆さん、こんにちは。竹岡圭です。今日はですね、皆さんお待ちかねですよね、マツダロードスター、大幅改良となりました。今回ご紹介するのは S レザーパッケージ V セレクションというグレード、マニュアルトランスミッションモデルをご紹介したいと思います。ではボディサイズからいきましょう。全長が3915、全幅が1735、全高が1235ということで、相変わらずねコンパクトなのがいいですよね。やっぱりロードスターっていうとライトウェイトスポーツってね、世界で愛されてる車で、こうひらひらとした走りが特徴というふうに言われてきましたが、この4世代目はですね、もともと原点回帰で作られたので、これ NA、NB、NC、ND って4世代目まで来てるんですけど、一つ前の NC ロードスターがちょっと大きくなったのに反して、ND はキュッとまとまったのが特徴なんでね、そこからの大幅改良ということで、そこ大切に守られています。で、ND ロードスターってまあかっこいいので有名なんですよ。でね、こうやって顔見るのとこうやって下から見るのと顔の表情が違って、しゃがんで見ると笑った顔に見えません？これが特徴的だったんですね。で、これパッと見てロードスター好きな人はもう全然変わったって言うんですけど、多分ね、いわゆる街中で、ああロードスターかっこいいよねって思ってるぐらいの方は、わかんないけどって言うと思います。間違い探しでしょ、これどこなのっていうぐらい分かりにくいんですよ。っていうのはもう ND ロードスターがすごいデザインが完成されていたので、しかも人気があるし、すごい変えるの難しいと思うので、そんなに大きくは変わってないんです。ただね、前はねこの辺の部分がデイタイムランニングライトで光ってたんですけど、今回ライトの中に入ったんですね。で、今エンジンかかってないので余計分かりづらい、はい、でヘッドライトの中にいろいろそのデイタイムランニングタイルとか、あとはウィンカーとか、そういうところギュッと入りましたので、であとね、大きく変わったのはね、この部分に分かります？こういうセンサーがついた、ミリ波レーダーがついた、あのいわゆるアダプティブクルーズコントロールが装着されたんですよ。でね、もっと早く実はロードスターにつけたかったんですけど、今までのものっていうのはこの車のど真ん中センターにつけるしかなかったんですって。なんですけど、これデザイン上できないじゃんということでつけられてなかったんですけど、今回ね、電子プラットフォームっていうのをフルモデルチェンジしたんです。実はそしたら最新のミリ波レーダーが使えるようになって、ちょっとオフセットしていてもちゃんと捉えられるようになったということで、ようやくついたというのが今回のいきさつです。で、これを今回やったので大幅改良って言われてるんじゃないかなと思います。で、これを変えることによって何かあったらコネクティッドとかね、そういうところもググッと進化しますし、まあドライバーをサポートする装置、安全装備がグッと向上がこれからもできていくので、これまず変えたっていうのはすごいぞポイントでございますね。で、あとはね、後ろのコンビランプもね変わってるんですよ。これもね、あの LED でより鮮やかに光るみたいな感じなんで、形が大きく変わったわけじゃないの、ちょっとしか変わってないの。だからやっぱりロードスターは普通にかっこいいよねと思ってる人には多分わからない。はい、あのもうロードスター大好きですっていう人しかわかんない。で、ホイールなんかも新しく、なっておりますね。まあでも一応開けてみたりするか。このね、辺は変わってないの。ここにあるのよ、ロードスターの。ここ。ね、ここにあると何がいいかって、汚れにくい。ここの上側だからね。そこはいいと思う。だからこの広さ的にも変わってないんですけど、ロードスターのね、こういうのを見たことない方は、意外と広いなっていうのに驚いていただけるんじゃないかなと思います。コンパクトなね、キャリーバッグだったら入る1個2個入るかなぐらいの広さがあるので、まあね、あのオープンドライブで、お出かけしたいぞっていう方もね、これソフトトップなんでここに入り込んでこないから屋根が、荷室スペースが、稼げてるのも非常にいいかなというふうに思います。ではちょっと乗ってみたいと思います。これね、掴みやすく。それでね、一つちょっと乗り込む前にここを見ていただきたい。ここ
実はロードスターは外と中のデザインがつながっているのが特徴なんですよ。オープンカーなのでインテリアもエクステリアのようでしょっていうのがポイントで、こうね、中も外もつながったデザインがされてる車ってありそうでないんだよね。これね、私ロードスターの一つすごいところだなと思っています。乗りますよと、まあ低めでございます。ここだとまあ手届かないけど、こうしたら手届くぞぐらいの、ね、低さなんだけど、シートリフターがないのよ。でね、ここに丸いのあるじゃんと思うでしょ。これね、見て、前が上がんのよ。で、こう前上がると私なんかは余計足が届きにくいわけ。シートの座面が長くなる。だから大柄な男性はシートが大きくなっていいっておっしゃいますけど、私はこれも一番下げる。もっと下げたいの、本当は。もっと下げたいんだけど、もっと下げたいんだけどってマツダの方に言ったら、下げるっていう発想は思いつかなかったって前に言われたんですけどね。はい、こんな感じで、これも下げるじゃん。でもね、前よりもね、ちょっとだけ見えるようになってるな。シートのクッションがもしかしたら、かさ上げされた？かさ増しされたのかな？それともシート表皮のせいかな？なんかね、前はここ全然フェンダー見えなかったの。でもね、今ね、見えるんですよ。私のお尻に肉がついたのかなっていう可能性もあるんだけど、まあとにかく見えるのは非常にありがたい。で、テレスコピックとチルトもついてるので、こんな感じで、もう一個下げようかな。スポーツカーだったら、こんな、もうちょっと下げすぎかな。あら、この真ん中、うん。こんなもんかなっていう感じで、ポジション取れます。で、後ろの席はないので、今日勝さん乗れませんけど、私がね乗ると全然ヘッドクリアランスあるじゃないですか。で、背の大きい方はここ気になると思うので、ちょっと勝さんにねポジション取っていただこうと思います。というわけで、いつものように身長 175.5cm の勝さんにドライビングポジション取っていただきました。勝さんどうですか？いかにもこうライトウェイトスポーツって感じです。かっちり決まっていい感じですね。ちなみに、いかにもライトウェイトスポーツという感じでかっちり決まっていいですねっておっしゃってますが、私が気になったのはね、頭上なんですよ。当たってないね。当たってないね、うん、あのね、すごい2メーターぐらいに近いっていうか、180後半、190弱ぐらいの人が乗った時に頭が出ちゃうとかって聞いたことがあったんで、勝さんは大丈夫ね、ギリね、はい、っていう感じでした。はい、ありがとうございます。さて、このルーフね、まずベージュっていう色が非常におしゃれでいいなと私思うんですけれども、このルーフはね、手動なんですよ。で、なぜ手動かっていうとね、実は信号待ちとかで、うわ急に雨降ってきちゃったよみたいな時に手動の方が実は早いということで手動が採用されております。で、簡単、ここをカチャってやるじゃない。で、あとこっちやるだけなの。お、これちょっと新品だから硬いので勝さん閉めてください。これね、実はあの使い込んだやつだと私でも閉めれるんですね。なので、まあ私ぐらいの身長があれば届いて閉めれるよっていうのがポイントなんですけど、ちょっと新しいだけに硬いでございましたね。はい、でも非常に簡単に操作ができます。で、じゃあ続いてこのままインテリアをね、ちょっと説明をしましょうか。今回ね、このベージュ内装が採用されてるんですけど、一番のポイント、ここでございます。このセンターコンソール、ここね、前はブラックの樹脂だったので、今回もグレードによって多少は違うんですけど、大体のもグレードでね、ここが何だろう、まあ皮巻きっていうか、何て言ったらいいかな、布巻きって言ったらいいかな、ソフトパッド巻きって言えばいいかな、それになったので、なんか私はもう一気にね、こう質感上がったなっていう風に思ってます。とても上質になりましたよね。で、あとね、変わったところといえば、これ視界を確保したいから、これを高くするわけにはいかないじゃないですか。だから中の表示をギリギリ大きくできるところで、このフレームを薄くしたというのが今回の一つね、ポイントになってたりします。で、このあたりのね、スイッチの配置は実は変わってないのね。なんですけど、メーターの中の表示は変わりました。っていうのは、今回あのアダプティブクルーズコントロールついたでしょ。で、それの表示もしなきゃいけないし、あとこのタコメーターのね、中のメーターの表
子もすっきりとしたんですよね、全体的に。だから今回はシンプルすっきりさせながら質感上げるところは上げたぞっていう感じです。でちなみにね、ロードスターあんまり知らないよっていう方のためにご紹介すると、まあそのディスプレイ A で、ここハザードスイッチは上の方で独立してて押しやすくていいでしょ。でエアコンは運転中に一番ね操作するとこなので、ここに大きなダイヤルが備え付けられています。でシートヒーターで USB の C が2つここにあります。このディスプレイはここの中で、操作します。でオーディオのエア、音量調節は独立してます。でここに割とコンパクトなですね、ボックスがあって、これね今時あんまコインないと思うんだけどね、コイン入れるくぼみがついてるの。ちょうどこれ昭和の香りがするんだけど、昭和の車じゃないんだけどね。でここです、こうカップホルダーがあるんですが、これ取れます。でじゃあ取ってどうするかっていうとですね、ここにもつけれるですよ、ここにもつけれるんですよ。はい、っていうのはここだとさ、運転中にかなり取りづらいじゃない。でも助手席の人がいない時だったらここでいいけど、助手席の方いらっしゃる時にここ助手席の人嫌じゃない。なのでこれ取り外しができるように考えられていて、まああのね、コンパクトな、まあ分かりやすく言うと狭い室内なので、いろんな工夫がされているということです。でここに結構深い入れ物があるの、これ鍵付きなのでね、オープンなのですごくいいと思います。あともう一つちょっと秘密のところがあるので、ちょっとカツさん、これ助手席前出してもらっていいですか。でちょっとね、背もたれ前に倒せる、それいっぱい、はいはい、こんなもん、ありがとうございます。ここ映せますか。ここにもねボックスがあるのよ、運転席の後ろにもあるんだけど、こういうボックスがあります。あとねここ、これが実は ETC のカード入れるとこなのね。 ETC カードってそんなに出し入れしないじゃないですか、乗ってる時だから。ここにあるっていうのはすごい賢いなと私思いました。やはりね、どうしてもスペース限られてるので、限られたところにすごい工夫されてるなっていうのがよくわかります。エンジンルームこちらになります。これはですね、直列4気筒の、まあ、NA エンジンですね、スカイアクティブG ということで、キュッとコンパクトですが、馬力的にはですね、今回キロワットで3キロワット上がったのね、100キロワットなんですけど、まあ分かりづらいぞということで馬力に直すと136馬力です。トルクは152ニュートンメーターということで、まあ数字的にはね、馬力アップちょっとなんだけど、レスポンスが良くなるようにいろいろチューニングはされてるんですよ。だからアクセルに対しての反応は、すごく的確に良くなっているはずです。さあというわけで走り出しました。なんかね、数値は変わってないのに、なんかトルクが太くなったというか、発進が楽になった感じがしますね。これがねアクセルに対する反応の良さなのかなと思うんですけど、本当にね微小なところからスッとね、力が適度に出てくれる感じなので、前よりも何だろう、煽らなくてもいい、アクセルペダルをスッと発進できる感が強くなったなっていう風に今感じています。でね、一番はね、これ今回 MT 車についたアシンメトリック LSD というやつですね。要はリミテッドスリップデフなんですけど、これがね変わったんですよ。もうね、何言ってんだかなって感じになりますけどね、リミテッドスリップデフは、通称 LSD と言われているんですけれども、これどういうものかっていうとね、デファレンシャルっていうのがまずね、ありまして、でこれ左右のタイヤ右と左、例えば左に曲がります、右に曲がりますっていう時に、内側のタイヤより外側のタイヤの方がいっぱい回るじゃないですか、距離がね。そういう風にならないと車って曲がりづらいんですけれども、例えばスポーツ走行なんかをして内側のタイヤが浮き気味になるとか、外側のタイヤが浮き気味になるとか、そういうシーンがあった時に、それだと力がちゃんと伝わらないので、無理やりですね、しっかり両方のタイヤに力を、伝えるというのがリミテッドスリップデフの役目なんですね。要はデフの作動制限をする、そういう機械です。でリミテッドスリップデフの作動制限の力を、変えられないもの
その代わり力強くかけられるものの場合ですよ、スポーツ走行には向いてるんですけど、こういう街中を曲がる時ってガガガガガガガとか言って全然曲がりにくいんですよね。でそれでは困ってしまうので、これを可変式にしたのが今回の特徴です。それをどういうふうに可変させてるかっていうと、これは FR だから後ろが駆動しますよね。でリアのタイヤ、まあ、リアにどれだけね荷重が移動してるか、リア荷重がどれぐらいかっていうので、この作動力を変えてるっていうのが今回の特徴なんですよ。だからハンドルの曲がったとかで変えてるのではなくて、FR なのでね、リアの荷重がどれぐらい変化したよっていうので、このリミテッドスリープデフの、作動力を変えているっていうふうに思ってもらえると一番わかりやすい。で、じゃあこれがじゃあどういう結果をもたらすかというとですね、街中からワインディングロードからサーキットまでどんなところでも気持ちよく曲がれる、そういう車になっております。で、これ可変させられるので、コーナーの進入からクリッピングポイントついてコーナーの出口、この時姿勢変化があるじゃないですか。こういう細かい中でも細かい制御ができるんですね。だから FR ってどうしてもお尻を振るオーバーステア傾向になりがちっていう風に、まあ、言われますけれども、この時にオーバーステアを抑えてお尻を振らないように安定させて、しかも早くね、コーナーにこううまく進入させて、そして立ち上がる時も、これ今度ね、アンダーステア傾向になるわけですけれども、あとまあ姿勢によってはオーバーステアになるか、まあ、そういう時もですね、安定させて早くコーナーから脱出できるように、上手にトラクションをタイヤに伝えてね、要は早く走らせてくれる、安定して走らせてくれるっていう効果があります。だからまあ一番分かりやすく言うと、本当にもう街中からサーキットまでどんなところでも安定して早く曲がれるようになったっていうのが、一番の特徴かなと思います。でそれに合わせてね、今回ステアフィールもハンドリングもすごい細かく制御が入ってるんです。だからなんて言えばいいかな、本当に手足感覚で操れるようになった。今までもね、人馬一体っていう風にロードスターはずっと言ってますけれども、その人馬一体感が、さらに上がった感じ、まあガンダムからエヴァンゲリオンになったぐらいの進化があると思っていただくと分かりやすいのかもしれないんですけど、よりね一体化したですよ、ドライバーと。本当にね、操り感、本当こう曲がり角1個曲がっただけで、お気持ちよく曲がれんなみたいなのが味わっていただけると思います。本当にね、なんか一体化したなっていう感じで気持ちが良いですね。でね、速い車ってたくさんあるんだけど、速い車って確かにスピードで気持ちいいっていうのはあるかもしれないですけれども、私はね、車ってこれ私のポリシーなんですが、移動手段っていろいろあるじゃないですか、電車とかバスとか、まあ、船とか飛行機とかいろいろあるけど、比較的簡単に免許を取れて自分で操れる乗り物って車しかないんですよね。だから車は楽しくなくっちゃねってずっと言い続けてきたんですけど、要は思った通りに操れる車が私一番いいと思っていて、エアバッグが100個ついてようが、そのエアバッグが開かない運転ができる、自分で思った通り操れる車が一番安全安心じゃないですか。でそこにね、こうロードスターはどんどんフォーカスを当てて進化させてるっていうところが、まあ私好みですすごくいいことだと思います。車としてすごい正解だと個人的には思ってるんですけれども、より私好みのロードスターになったなという感じ。ただこうやって流してるだけでも気持ちいい。本当にね、こうなんだろう、世界で一番操りやすいマニュアルトランスミッションの車って言ってもいいのかなっていうぐらいのね、一体感を感じながら、本当車ってこういう楽しさあるよねっていうのをまたのしみじみとね、味合わせてくれる大幅改良だなというふうに思いました。いや本当にいい車だな。というわけで今日のドライブいかがでしたでしょうかね。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。